サナダ霊社は、源頼朝旗揚げの地、石橋山古戦場にある、神仏集合の霊社である。千百八十年により、日本唯一の、喉、声、ぜんそく、気管支援等の祈願書とともに、戦の先駆けイコール先駆けの神様を建て祀る。石王山宝珠寺が管理している。余市塚江戸消防の石踏みとそろばん塚1百八十年八月二十三日、 石橋さんの戦いで討ち死にした、頼朝法の先方の真田与一義忠を祀っている。与一は、持病の痰のため、味方からの呼びかけに対し声が出せず、走行しているうちに敵に撃たれてしまったという、言い伝えから、咳、声、喉に霊源があるとされ、芸能関係者も数多く参拝する。霊祭は、毎月23日。与一の命日である8月23日には、 大祭が行われる。与一が敵方の股の影久を組み伏せた畑は、ねじり畑として残り、作物がすべてねじれてしまうという言い伝えがある。この南方の丘の上には、与一の討ち死に後8人を討ち取り散った、家臣分三家康を祀る分三道が建てられている。あずま鏡によると、1190年、源頼朝は、伊豆山権現三景の帰りに、 境内の良い地図下に立ち寄り、涙を流したという。文山道と良い地図下は、1954年に、県の史跡に指定された。本堂には、戦の無事を祈った、奉納学や、古戦場から発掘された刀などが奉納されている。境内には、1986年に、柏木学園により、湘南ソロバンズ塚。 2005年には、江戸消防記念会の石碑が建立されている。東海道本線早川駅より 1.8km、小田原駅より、路線バス、石橋下車。ありがとうございます。